ケルンは、ドイツ海軍のフリゲート、ブレーメン級フリゲートの5番艦。艦名は、ケルン氏に由来し、この名を受け継いだ、ドイツの艦艇としては5代目にあたる。ケルンは、ブロームウント、フォスハンブルク造船所で1980年6月16日に、寄港し、1981年5月29日に、浸水、最終工程をブレーマーフル艦造船所で仕上げ、 1984年10月19日に就役した。第2機動隊軍第4フリーゲート戦隊に所属し、ビルヘルムスハーフェンを母校としていた。ケロン氏が講演団体となっている。1988年7月にスコットランド沖合にある石油プラットフォームパイパーアルファの事故で、NATO 艦艇部隊の一員として、事故犠牲者の捜索救出活動に参加した。 1991年1月から4月まで湾岸戦争のために地中海の警備強化のためにドイツ海軍部隊の機関として派遣された。1994年1月から4月まで第二次国際連合ソマリア活動支援のためのサザンクロス作戦で第500.02任務部隊の機関としてソマリア沿岸で活動した。2 0年9月7日、公会ではアルヘシラス、 ラスペツヤ、ナポリ、ターラント、アウグスタ、チュニス、スダ、イズミル、アンタルヤに寄港している。当初の計画では、スエズ運河を通過して、エジプトのシャルムエルシェイクを訪問する予定であったが、イスラエルのハイファにて、騒乱状況が発生したため、取り留めとなった。2000年12月17日、ビルヘルムスハーフェンに寄港。ケルンは、 この活動で18,734.5回離を公開した。2002年1月2日に、普及の自由作戦のドイツ軍戦言隊として、ビルヘルムスハーフェンから出港し、7月中頃に帰港。2007年4月から10月まで対テロ戦争の一環として、第155同任務部隊に参加していた、海207ブレーメント交代し、アラビア半島沿岸から、 アフリカの核縁が域にて展開した。2010年8月30日にアタランタ作戦に参加中の海216シュレースビヒホルシュタインと交代し、護衛任務につき、2010年12月10日にビルヘルムスハーフェンに寄港。防衛予算のドイツ連邦軍の規模の削減計画と後継艦バーデンビュルテンベルク級の建造により、2012年7月31日に、 退役した。これは本級で最初の退役となった。ありがとうございます。